暴走なんか何回だって止めてやる。前はヘマしちまったけど、今度こそお前を救うヒーローになってやら。それだけ言いたかったんだよ。なのに逃げやがって。話は最後まで聞けってんだ。私を救うヒーローに、ありがとう。嬉しい。言うじゃないか、青二歳。なんだよ、今頃帰ってきやがって。出動要請はどうして。やはり心配だな。他のマスクメンに託して戻ってきたんだ。早速いろいろあったようだな。やはりそばを離れるのではなかった。すまないシャーリー。私またやっちゃったの。やっぱり私ここにはいられない。落ち着いてシャーリー。周りをよく見てごらん。かっこよかったぞアルイジ。やるじゃないか。面白かったわよ。見せもんじゃねえ、ちれてめえら。何よ、見直したのに。この枝片付けるぞ、手を貸せ。編入生、後でお茶しようじゃないか。抜け目ないね。エコロジーな能力だな。こら、遊ばない。爪のあるやつ、これ切れるか。力のある人運んで。ちょっと、葉っぱ食べないでよ、キモい。え？さっきはごめんなさい。みんなであなたに失礼なことを言ったわ。久しぶりの編入生でみんな浮かれていたのよ。悪気はなかったの。許してくれるかしら。そんなの私のセリフだし。私カッとなるとすぐこんな風に暴走しちゃうし、病院でも拘束具とかつけられちゃうし、本当に危ないから近づかない方が。それがどうした。それのどこが危ねえんだ。え？シード専門の病院には暴れるやつを入れる拘束室とかあんだけど、俺はそこに2週間も入ってたんだぜ。どうだ、すげえだろ。何を張り合ってる。俺は3週間だ。うっせえ、しれっと入ってくんな。暴走なら君の方がひどかったよね。病院嫌だったな。俺何度も脱走したわ。私もネットニュースになったわよ。ここじゃ勲章みたいなものだよね。つまりね、シャーリー、君を怖がる子はここにはいないよ。みんな同じような経験をして乗り越えてきた子たちばかりだからね。今日からよろしくね、シャーリー。何でも頼ってね。ありがとう。私もここで頑張れるかな。アルイチ、お前シャーリーのお世話係になりなさい。あ？意地悪されたらすぐ私に言うんだよ。待って、なんで。できる限り私もそばにいるが、マスクメンとの兼業でどうしても離れなければいけない時がある。アルイチなら万が一暴走しても対処ができるだろう。それに君は少々内気だ。アルイチの横柄さを少し見習ってもいい。対してお前はもう少し紳士になるべきだ。女の子に優しくすることを学べ。適当で言っているわけじゃない。君たちならうまくやれると私は思うよ。先生、2階のツル切るの手伝って。おう。じゃ、頑張れよ。チャーリーのヒーローになるんだろ。待て、ありゃけじめつけるって意味でベビーシッターになるとは言ってねえ。ベビーシッターって何さ。ピャーピャー泣くんなら赤ん坊と一緒で。素直になんなさいよ、ハルイチ。本当はまんざらじゃないでしょ。誰がこんなベースっかき好き好んでおもりなんかするかってんだ。さっきはちょっとかっこよかったのに。助けてもらったけど、やっぱりこの人嫌い。私だって乱暴な男の子は嫌だよ。どこが乱暴なんで。全部。なんか喧嘩してるけど。早速影響し合ってるな。おばあちゃん、
学校は思ってたより楽しそうなところで、ドラゴンさんは優しいし、でもちょっと意地悪かも。学校の人たちとも仲良くなれそうだけど、どうしても友達になれなさそうな子もいて、不安の方が大きいよ。またメールするね。やっぱり頑張れないかもしれない。